皆様、ま、こんにちはあの、いよいよ、明日は七草言うんですけど私はこの知識によっては七草じゃないで、七薬草です。これ、七薬草のことちゃんと自分の体で合わせて、ね、食べることによって、あなたたちの健康が 今年の健康は見守ることができます。例えば、肺と体調が弱いと、腸内が弱いと、その方たちは大根を食べるければ良いんです。次はこの何かなぜか、なぜなですね。なぜな感情、疲れきっている人たち、こういう方たちはなぜな食べるければ良いんです。あの その後はもういいか悪いとは、七草するければこれだよとかするんじゃないで、本当にすべて薬草だよとかね、七草じゃないで七薬草に、この皆様たちが認識して食べた方がいいんですよ。何でも効能が分かって食べることによって、あ,のあなたたちの健康が見守り、その運気が開けることになりますね。 だからこの春に向かってもうあの何しか七草とか言うんですけれど実はこのまず薬草のそのこの分かって健康になるためにあ今日はこうやって食べてみろとかねこの効能がこういう効能があるんだってとかねそうやって認識して食べることによってあの本当にあなたたちの健康を見守ることができますのでぜひ少し研究しましょう。 んなりね、これであーとかねする人は健康なる権利がないんですよ。次はこの何ですかちゃんとね自分の健康のために、まあ、あのあの小麦家、あの砂糖家それはちょっとねやめて本当に自分の体が大事ですから健康が一番大事ですので。 ちゃんと自分の体合わせてて食べてください。私はあのそういう約束とかそういうものをたくさん伝えたんですけれどあのもう一回見てくださいね。じゃあよろしくお願いします。